アクアディー・ラバンダ、サンタ、マリア・ノベッラは、イタリア・フィレンツェに所在する、現存する、世界最古の薬局。起源は13世紀まで遡り、1221年、フィレンツェに移住してきた、ドミニコ会の修道院サンタ、マリア・フラレ・ビニエの修道僧たちが薬草を栽培して、薬剤を調合していたのが始まり。この修道院は、後のサンタ・マリア・ノベッラ教会へと発展する。 1612年には薬局として認可され、一般営業を開始。ヨーロッパ諸公が顧客リストに名を連ねた。創業についての助言と協力のあったトスカーナ大公からは、王家御用達成連所の称号を受ける。高品質な製品を世に出したきた歴史の中でも特に意味を持つものは、フランス王家のアンリ二世に嫁ぐカテリーナ・デ・メディチのために考案した。 アックアデッラ・レジーナで、これは、後の18世紀に、イタリア人の薬剤師によって、ケルンで作られ、アクアディ・コローニアと呼ばれるようになったというオーデコロン起源の一つとして伝えられている。アックアデッラ・レジーナは、現在でも、サンタマリア・ノベッラというブランド名を冠したオーデコロンとして売られている。薬局だけあって、かつては気絶した、サイの着付け薬の、アチェート・ディセッテ・ラドリア、 鎮痛剤や目薬のアックアデローゼなども製造していた。今日に至っても800年以上の歴史を持つ伝統を守り、オーデコロニア石鹸、ボディケア、スキンケア、ヘアーケア、マウスケア、シェービングといったラインナップの製品を昔からのレシピに基づいて作り続けており、高品質な商品は世界中の人に愛されている。日本では、 山野アソシーツなどの複数の企業がフィレンツェの本店と提携して店舗を展開している。京都にはレストラン併設のショップがある。ありがとうございます。